選手たちと一緒にたくさんのメンバーでお届けするわたてん特番スタートです。改めましてアニメ「私に天使が舞い降りた」星野都役の上田玲奈です。よろしくお願いします。そしてはい、皆さんこんばんは。松本高校役の凛です。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。白崎花役の指出まりあです。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。星野ひなた役永井理香です。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。姫坂の愛役紀藤あかりです。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。種村こより役の大和田ひとみです。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。この森かのん役の大空直美です。よろしくお願いします。はい、この番組は10月に公開を控えた「私に天使が舞い降りたプレシャスフレンズ」の最新情報などをメインキャスト勢ぞろいでお送りする「プレシャスデー」スペシャルなトーク版になっておりますよ。すごいね。みんな揃った。そう、本当に2019年からずっと会えてなかったんですよ。会ってはいたよ。揃ったのが、お届けしてるのがすごい。あ、見た時嬉しかったもん。うわ、数えたもん。あれ1、2、3。ねえ、凛さんはもう初めてですもんね。この現場に。あ、そう。生放送は初めてですね。確かに。そうそう、イベント以来。そうか。また赤ジャージを久しぶりにお揃いで着れて嬉しいです。きっと奥底に眠ってたんだろうなっていう。掘り出してきてくれた。よかった。よかった。はい、ということで今日はね、わたてんの最新情報盛りだくさんで、この7人でワイワイお届けしていきたいと思いますので、最後までお楽しみください。またこの番組ではプレミアム会員向けの特別コンテンツがあるそうですよ。はい、ぜひプレミアム会員の皆さんはこちらも楽しんでください。ということで、じゃあ始めていきましょうかね。はい、はい、私に天使が舞い降りたプレシャスフレンズ公開記念特番、もうすぐ公開わたてんプレフレ新情報お届けスペシャル、最後までよろしくお願いします。早速ですね、すでに公開されている特別映像を改めて皆さんにご覧いただきましたが、あれですね、この新作が出るよって発表されてから、私たちはこうやっておしゃべりするのは初めてらしいですよ。確かに。どうですか？どうですか？どうですか？お気持ちは？いや、でも最初に続編を作りますよって伺った時は、やっぱりついに来たかって思ったんですよね。なんかその放送してた当初から、そのスタッフさん方もこの作品への愛っていうのがすごく強くて、もう必ず2期やりたいんですみたいな話もされてたから、ちょっと時間はねかかったけれども、やっぱりこういう場ができたんだなっていう、なんか本当に待ちに待ったっていう気持ちが強かったかな。そうね、絶対何かしらやるんだろうなとは信じていたから、それが劇場でっていうのはすごく嬉しいニュースではありましたが、アフレコはどうでしたか？皆さん誰が一緒に？みんなでは撮れなかったと思うんですけど、ここ4人、ここ4人と私とはなちゃんが一緒だったね。松本一人で撮りました。本当に一人で撮りました。ったのなんかさ、ここにさ可愛いさみやことか花ちゃんとかいるじゃない。でよく見たらあれ松本いないなって探してみる。どこにいた？どこにね、みんな見つけた？みんな見つけたよ。怖いよ。怖い。ツーショット怖い。こういうところにもスタッフさんの愛をね感じますね。そうか、まさかね。ねえ。気づいてた。はい、そんな感じでね、楽しくねみんなでアフレコしたらしいんですが。今回はですね、早速皆さんに新しい映像をねお届けしたいなと思っておりますので、まだ私たちも見てないんですよね。見てないです。はい、先ほどじゃないか、出来たてほやほやらしいので、先ほどそう完成したばっかりらしいですよ。すごい、本当にほやほや。ということで最新の予告、はい、ご覧ください。ドキドキ、どうぞ。よーし、花のおばあちゃん家にみんなで行くぞー。な、にゃーね。お姉さん、写真撮ってください。楽しみだな、ノア。この旅行でひなたちゃんと急接近しちゃうぞ。かも。ついに来たわね。かわいい。みんなすごく似合ってる。おねえ、みやこ楽しそう。そうね、私もみやこと一緒だと楽しいわ。最新の予告をご覧いただきましたけれども、松本、松本のことはいいんだよ。みんなのことを喋ろうよ。インパクトがありすぎて、本当にね。すいませんね。でも新しい映像ということで、なんか可愛い歌に乗せて、みんなでねはしゃいでる姿とか見れてね、可愛いね。ついに来たねみたいな言ってたけど、なんか大真面目でしたね。大真面目。そうかな、ついに来たわね。そうついってなって。ね、一体何なのかという。そう、ちょっとごくりしてたし、あとのあちゃんが急接近しちゃうぞ。え、なに？そう、ついにってね。急とは言ってないけどね。どうなることやら。どうなることやらだわ。あとは花ちゃんの目がさ、キラーってなって、珍しくお姉さんに写真撮ってくださいって。ね、確かに。何があるんだろうって、あんなに嫌がってるのにね、いつもね。そう、一体何が起こるのかすごい楽しみなんですけどね。いつも日常パートっていうことで、みやこさんちとかちょうどよくポスター落ちてきましたけど、このポスターもさ、よく見たらさ、松本を探せシリーズがあって、そうそうね、ひっそりお邪魔してますね。きっとここにいるってことは、本編の中でも何かしらの形で、いつもの衝撃的な形で現れてくれるんだろうなっていう期待がね。ちょっと私からノーコメントにしてきましたね。はい、そんなね、なんか内容が楽しみになるような PV だったんですけれども、ちょっとね、予告の場面写真もあるっていうことで、それを見ていきましょうかね。これはこれがね、キラーンでした。なんかさ、なんか被ってそうだよね。本当だ。なんだろうねえ、ひなたのムニムニ幸せそう。思いましたけど。いいな。ほっぺムニムニ。やっぱわたてんといえばほっぺよ。そうですね。愛らしいね。なんかひなたとみやこの掛け合いとかもさ、なんか本編でもすごい好きだったんだけど、これでも見られるのかね。いや本当に収録別々だったんで、本当に合わさったものが見れるのがすごい楽しみです。じゃあ続いての場面ションを見ていきましょうか。あ、出た。ごっくりシーン。ごっくり。汗かいてたもん。お召し物がね。あら、本当だ。お召し物が可愛いの着てそうな予感。全身見たいな。本当だね。他の、いやこれこのシーンも印象深いですね。本当。そっか、2人はね収録も一緒にできたんですもんね。席も隣同士だったの。この2人はもう安定感ありますね。でも結構やっぱりね、そのテレビシリーズの時も仲良しでしたが、劇場でもっとぎゅっぎゅっかな？ねえねえ、もう言いたいよ、言いたいんですけどね。いいけども。なんか絆が深まった感じはしますよね。そうだよ。だってもうこれをきっと乗り越えるわけだから、何かわからないですけど。楽しみ。はい、じゃあ続いても見てみましょうかね。いい写真。これカメラ目線だよ。目線くれてる。どこで撮ってるんですかね。後ろはね、後ろ一体何でしょうね。ね、そしてこの衣装は一体どこでどう調達したのか。ね、めちゃくちゃ可愛いけどね。あ、これそうだね。そうなんです。バレた？バレた。バレた。あるこれ。バレた？気づいた。リンクした。あ、すごい。みんなわかりました？みんなわかりました？実は。私たち実写で来たことあるね。ありますよ。そう。ライブ決定のね写真で皆さんこれ着てましたね。実写で着てましたけど、気づいたね。素敵。可愛いね。ということでしょう。いや最高ですね。きっとね、カメラ目線をしているっていうことは、その先には宮子がいるのではないかというね期待も膨らみますけれども、目線ねえ、どうちゃんポージング完璧な。いや本当にプロだ。慣れてら。花ちゃんは来てくれてるのかな。私ここにはいないけどね。どうなんだろうね。気になりますね。まだあるかな場面衣装。どうでしょう。もう一回見ていくね。やっぱり5人揃うといいですね。可愛い。可愛い。わちゃっとしてる。ちょっとよりちゃん。よりかかり具合がよりちゃん。可愛い。なんかはなちゃんのこのあの目つきもいいね。可愛い。楽しそう。最高。間に挟まりたい。楽しそう。この列車に乗りたいね、本当に。列車だね。素敵。列車。超可愛い。こんなシーンもあるんですね。はい。これで場面衣装は以上？まだある？まだある？あ、まだある。おお。列車で行くんだね。列車そうから。そんな電車で行くところに行くってこと？遠出だね。そういうことになる。みんなで電車。ああ確かに。ね、そんなね、お家から出たことがあまりない出たことはあるけど、大体近場でしたもんね。だったけど修学旅行の練習なので。ああ、なるほどね。そっか、可愛いね。ワクワクしてるよ。いいな。空ね、いい天気でよかったね。本当に。素敵。じゃあ最後一枚あるみたいなので、それも見てみましょうか。最後のやつだ。都があって、松本さんも安定のこれお散歩コースなんで。いつものコースを歩いてましたね。みんな冷えって言った。怖くないよ。怖くないよ。みんな同じ気持ちなんだ。いい笑顔だ。だよ。松本さん。松本さんはね、行くんでしょうかね。どうなんでしょうかね。結構本編の中ではね、宮子と松本もちょっと近くなったみたいなシーンもあったりしましたけどね。どうなのか気になりますね。はい。ということで。はい、いろいろ見て話してきましたが、作品がねより楽しみになったところで、楽曲についてもお話ししていきたいなと思います。はい、すでに皆さんもあの可愛いミュージックビデオご覧になっていると思いますが、主題歌の「プレシャスフレンズ」をここにいらっしゃるわた10.5の皆さんが担当します。可愛い。はい。ここで、ちょい見せバージョンのミュージックビデオをみんなで見たいと思います。はい、それではお願いします。ね、動画工房すごいって書いてある。まるで実写だ。まるで実写。それからアーシャも出ましたね、さっきね。あれを着てたんだよね。なんか今までわた10.5ちゃんたちのミュージックビデオってこうスタジオでこうカラフルな中で可愛い感じっていうのがイメージありましたけど、今回はなんか古民家？古民家で私たちもお出かけしちゃいましたね。いいですね。素敵。よく晴れた日でね。そうなんですよ。天気良くて良かったね。古民家以外にもたくさん行ったもんね。そうなんだ。じゃあ古民家以外のショットとかももしかしたらあるかも。本当にちょっとだったもんね今ね。シーンがすごい好きで、あかりが持ってくれたんだっけ？スマホでね撮影してって、あれがいい。楽しい感じのシーンを撮りたいって言われて自由に任せていただいたので、本当にカメラを忘れて遊んでるのが映ってると思う。確かにそういう雰囲気すごく出てた。けん玉したりとか、あ、そうけん玉もアドリブでやったってこと？これでアドリブやってました。みんなおのおの好きな遊びをしてましたね。可愛いね。白いワンピースも可愛かった。可愛いね。縁側で並んでるやつね。超可愛かった。スイカ美味しかった。美味しかった。可愛い。子供になっちゃう。そうか、でも結構撮影長かったんじゃない？そうなんだ。そっか。めちゃくちゃ居心地良かったね。古民家もそうだし、いろんなとこ行ったけど、なんかずっとへーってこう和みながら撮影してました。そんなねリラックスしてる表情も見れるかもしれないという。あ、そうありますよ今日。オフショットがね、あるらしいので、スタッフさんが撮ってくれた写真があるので、それもね見ていこうと思います。どうぞ。どうぞ。あら、可愛い。古民家。いや本当にいいお天気ですね。よくて。オフショット撮りがはかどった。確かにみんなで撮り合いましたもんね。めちゃくちゃ写真ある。だって一眼レフ持ってきた人何人でしたっけ？ほぼほぼ持っていった。みんなカメラが趣味だから。撮り合い一個してたんだね。そうなんですよ。白い衣装もみんなそれぞれ違う衣装で、白っていうのだけ統一してて、天使だ。可愛い。一人ずつ撮ってるんだ。なんか本当にそう一個の建物全部がなんかね撮影スペースみたいな感じで素敵でしたね。可愛いね。涼しかった。風も気持ちよくて。次ありましたね。これは私とひとちゃんだ。ちゃん、これは廊下会？そう、廊下。廊下だね。風を感じながら廊下で撮ってます。そうなのさんは？私は玄関だね。玄関なんだけど、結構そのちゃんとこう締め切らないより風通しよくしていただいて、私の髪をね扇風機でこうずっとね、あ、違う。なんかね、ターボみたいなのであった。みんな風感じてた。風感じてた。ガモーンっていただいて、すごい風を感じながらターボでそうやってたよ玄関で。玄関でお出迎えしてくれてる。お帰りって。こういう建物ってどこで撮っても絵になりますからね。まだありますか？まだある。見てみましょう。これは古民家と右側が駄菓子屋さんの前だね。駄菓子屋さん？なんてロマンがある。実際に好きなものを選んでここで食べてるっていう。最高じゃん。駄菓子屋さん。なんかめちゃくちゃレトロな雰囲気を残してる駄菓子屋さんで、あの後しばらくあかりん駄菓子にハマってた。駄菓子買ってたくさん、もうここで撮影で使う用以外のものもめちゃめちゃ買ってもらって、でその中でも美味しかったやつ自分で帰りのバスでポチッと。めっちゃ落ちるんだ。落ちるんだ。大人の楽しみ方が。なんかさ、靴履いてるのもいいけどさ、畳に裸足っていうのがよくない。めちゃくちゃいい。可愛い。じゃあ続いてコーナーですか。フリーコーナーだね。フリーコーナー。すごい。ガチのオフショだ。なんか本当に。なんだろう、スタッフさんというかカメラ撮ってるスタッフさんもちょっと距離遠かったから、本当になんか5人だけの空間って感じだったよね。へえ、そうなんだ。すごい抜けがいいな。綺麗な緑が素敵。早くフルが見たいんですが。欲しいです。これはいつ見れるんだろう。見れるんだろうね。もうちょっと先かな。楽しい。こうやってね裏事情とかも知っていくとね、さらに MV 見た時のなんか感動とかも味わえると思うので、ぜひ皆さん楽しみにしててください。さあ、可愛い新情報をたくさん皆さん浴びていると思いますが、ここでまだまだ新しい情報がありますよ。ということで今回わたてん5が歌うのは。一曲だけじゃないんですね。いろんなところでお話ししてきましたが、作品のエンディングも担当しております。はい、じゃあその楽曲のタイトルを教えていただいてもいいですか。はい、せーの、ずっとずっと。このままずっと聴いていたい。その風を感じるような楽曲で、エンディングになんかぴっました。初公開らしいですからね。そうですよね。タイトルは皆さんね、そう知っていたと思うんですけど、このような曲になっておりまして、それを BGM にしゃべるというなんともありがたい贅沢な仕様になっておりますが、ね、この曲、まあ、初めて出てきましたけれども、主題歌と比べてなんかどれぐらい、なんか収録的にはみんなで一緒にこれも撮ったのかな。そうなんだ。なんかファイブちゃんたちみんな一人ずつじゃなくて、なんかみんなで一斉に撮ってるっていうイメージがあって、そう今回もそうだったんだ。オープニングもエンディングもそうでした。そうなんだ。すごい、だから歌いやすかったですよね。みんなの声が聞こえてくるから。ゆっくりしっとりだから、もうみんなの声がすごく心地よくて、心地よい、やばいね、気持ちよく歌ってた気がする。心地いいなって。確かにオープニングよりもね、なんかしっとりした感じもありつつ、でもわたてんファイブちゃんの可愛らしさとか、なんかポップな感じも残ってるっていうね、すごく素敵な曲ねえ。早くじっくり聞きたいです本当に素敵ですね。ということで、こちらのフルバージョンもぜひお楽しみにということで、わたてんファイブちゃんが歌うオープニング主題歌「プレシャスフレンズ」やエンディング主題歌「ずっとずっと」、そして新たなキャラクターソングが収録されたサウンドコレクションが10月12日に発売決定ということです。初公開かな。そうなんです。今日初公開ということで、このような感じになっております。可愛い。夏だな。通常版とかもね、あんまり見ない浴衣姿で夜のシーンですけど、どっちも可愛い。どっちも欲しい。欲しいね。どっちも可愛いです。他の楽曲もね、ぜひ皆さん楽しみにしていただきたいんですけれども、ここでさらに。もう一つ大事な情報をお伝えしたくてですね、なんと10月30日には横須賀芸術劇場大劇場にて、わたてんファイブちゃんのセカンドワンマンライブ、みんながプレシャスフレンズを開催しますということで、おめでとうございます。やっと来てしまいました。あの素敵なファーストライブ、私たちも見させてもらいましたよね。でもあの時はね、お客さんなかったですよね。配信のみだったので、お客さんの前でっていうのは久しぶりになるのかな、みんなで。もう練習とかは始まってるの？内緒。セットリストになるんだろうとか、何歌うんだろうとか、どんな衣装着るんだろうとか、そうすごく楽しみですけどね。本当にみんなの前でステージに立ってくれるっていうだけで、私たちは本当に嬉しいです。本当にありがとうございました。でもなんかワンマンでわたてんファンの皆さんの前で歌ったことがね、ワンマンではない、初めてになるから、本当にもうわたてん愛ばっかりの空間の中で歌えるっていうのが楽しみだねという話をしております。犬フェス以来ですか？そうですね。みんなの前で歌うのは犬フェス以来ですね。ぜひ皆さんドキドキワクワクしながら待っていてください。私たちも見に行きたいね。行きたいね。こっそりに行こうね。堂々と来てください。はい、こちらの一般チケットがただいま好評発売中です。前回は配信でしたけど、今回は有観客ライブですからね。ぜひとっても可愛いわたてんファイブちゃんに会いに来てください。それではここからその他の情報なども一気にお伝えしていきたいと思います、まずは大事な公開情報でございます。私に天使が舞い降りたプレシャスフレンズは10月14日より全国の劇場で公開となります、現在特典付きムビチケカードが全国の劇場とウェブで好評発売中です。第1弾はマルチクリアケース、そして第2弾はクリアファイル、数量限定となりますのでお早めにゲットしてくださいということなんですが、皆さん特典はもうゲットされましたか？はい、今ね、ひとちゃんと大空さんが持ってくれてますが。そうなの。こんな可愛いものがこの世に現存しています。すごいです。手元に置けます。そう、めちゃくちゃ可愛い。とんでもないぞこれは。しかもなんかこのサイズとかも結構使いやすいですよね。可愛いの。チケット入れられるのも可愛いんだね。すごくない？これはすごい。これはすごいぞ。皆さんぜひチェックしてください。じゃあそして原作情報もお伝えしてまいりましょうね。コミックゆりひめにて好評連載中の椋木七瀬先生が描く原作コミック「私に天使が舞い降りた」は最新11巻まで発売中です。かわいいね。あらちょっとこれちょっと近くない？なんかハッピーエンドフィンみたいな。そんな顔してるしね。嬉しそうだもん。そうなんですよ。この第12巻最新12巻10月14日発売でございますので、はい、通常版と取り下ろしドラマ CD 付きの特装版の2種類が発売となります。特装版は新作アニメ「わたてんポレフレ」と連動したオリジナルエピソード「ワクワク準備編」あれですねを収録しております。映画を見る前でも見た後でもお楽しみいただける内容ですのでお楽しみに。よかったね。よかったね。おめでとうだね。続いてテレビアニメ「私に天使が舞い降りた」のブルーレイボックスが好評発売中でございます。キャラクターデザインの中川ひろみさんの書き下ろしデジパックをはじめ、その他にも特典が盛りだくさんとなっております。これも実物が売ってるの。こんな可愛い。見て、お花の中にいるじゃん。こうやって出すと全部見えちゃう。ありがとう。たまらん。上からのアングル。そうなの。このね、本当に天使だったんだよ。実はね、天使だったんだよ。マジ天使だったんだよ。ちょっとみんな楽しんでいっぱい見てください。しまおうね。アニメの方はね、現在毎週金曜日に再放送中でございますが、それだけじゃ足りないよっていう方はたくさんいると思うのでね、ぜひブルーレイボックスゲットしてたくさんご覧いただければと思います。はい。さらにテレビアニメ「私に天使が舞い降りた」の公式ファンブックが本日9月2日に発売されました。やった。おめでとうございます。ね、すごいぞ。これも実物がある。どんだばーん。でっかい。ちょっと。すやすや。みんなのすやすや顔。ね。じっくり読んでいただきたいです。こちらには今までのわたてんのイラスト、そしてはなちゃんやみやこの初期キャラクターデザインなど。初期ね、気になりますよね。本当にじゃあ知らないやつが詰まってるって。そう、私たちも知らないやつが。ね、ここでしか見れない設定盛りだくさんなので、ぜひ手に入れてください。そそして最後にイベント情報でございます、私に天使が舞い降りたプレシャスフレンズ公開を記念してアトレ秋葉原に天使が舞い降りたが9月15日まで開催中でございます、どうですかちょっと皆さん、館内外のラッピングやここでしか聞けない館内ボイス、サンリオキャラクターとわたてんが初コラボした新規イラストのグッズ販売、等身大パネルの展示など、期間中はわたてんが皆様をお出迎えしています。もう行ってきたよっていう方はいらっしゃいますかね。いっぱい写真撮ってね。見てこのなんかわたてんの世界風のサンリオの絵とサンリオ風の我々の絵とは、これがね実際の写真ですね。すごい大ボリューム。これすっごい大きいんだよねみんな。そう。入り口にドンとね。ドドンとお出迎えしてくれてますよ。このさ右下のさ美代子さんの後ろにうっすらいる松本怖くない？すごいよねあれ。多分狙ってやったんだと思うんだけど、私も気づいた時びっくりしました。って思った。皆さんぜひね写真を撮りに行ってほしいなと思います。それからグッズもね売ってるんですけど、グッズお買い上げの方には豪華景品が当たる抽選会なんかもあるそうなので、楽しいですよ。じゃあここでですね、この会場で販売されているその新グッズを見ていきたいと思います。こちらです。すごいどれから見る？これでも見たら欲しくなった。私これ欲しい。これかわいい。水カップ。じゃ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 いいですね。かわいい。これいいね。絶対使う。他にもいろいろあるね。あとそのカップと合わせてこのコースターはコースターハートの形。欲しい。サンリオの世界へ行きました。行きました。これに乗せてここも可愛い。これ水吸ってくれるやつですか？きっと素材的に水素。最高。なんか額縁気になってる人がいたね。ほら、なになに。これ、黒木七瀬先生のやつだじゃない。これのやつだ。ご覧ください。これ飾ったら、うちが美術館になっちゃう。やばい。そしてね、これがね、ほら、このように。アクリルになってたりするんだけど、飛び出してきたみたいになってるね。飛び出してきたみたいな配置もできるよ。2人は2人で1つなの？そう。見て。それは熱い。2人がちょっと一緒になってるの。みんなね、みんなそれぞれなの。ほら、可愛い。みんなそれぞれなんだけど、2人なの。なんかアクスタってさ、こうジャンプしてるのってあんまり見かけない気がするから、めちゃめちゃ可愛いね。全部可愛い。全部可愛いし、ほらこれなんかアダプター、コンセントのやつ、サイズ感もいいですね。こういうほらコンセント、欲しい。ちゃんと便利。ほら便利だよ。助かるやつとかね、よくあるんだ。キーホルダーとかあるんだ。キーホルダーもあるし、ポーチもあるし、ポーチもね、ポーチもたくさん入りそうなポーチが、実用的なのもあるし、可愛いのもありますよ。めちゃめちゃ可愛いのでね、可愛い。皆さんにぜひ。ゲットしてほしいと思いますが、今日はですね、こんなグッズたちの魅力をねさらに紹介するべく、ここで新アニメのタイトルにかけてこんなちょっとしたコーナーをやっていきたいと思います。プレシャスクイズ、私はなんて言ってるでしょう。ではご説明します。これから先ほどの新グッズのために書き下ろされたサンリオキャラクターズとのコラボイラストの中で、自分が演じているキャラクターが何と言っていそうかを勝手に予想して回答します、そして他のメンバーはその人が何て書いたかを勝手に予想して、手元のスケッチブックに書き込みます。果たして相手の想像しているセリフを読み取れるかどうかという企画になっております。なるほど。はい。イラストにはね、実際にセリフはないので正解はないんですけど、その回答者の正解が正解っていうことになります。心理戦っていうこと？心理戦。心を読むこと。そうですね。この子だったらこれ書きそうだなって予想するでもいいし、キャラクターのイメージだったらこうだよなって想像するでもいいですし。で、今回はまあ松本のグッズはご覧いただいた通りなかったので、私は進行に徹したいと思うので、今週も参加してくださいね。わかりました。はい。いいんですよ別に。可愛いと可愛いのコラボは最強に可愛いので、お幸せです。それ見てるだけでね。はい、じゃあ皆さん準備はよろしいですかね。はい。ではまずやっていきたいと思います。最初ははなちゃんのイラストがお題でございます。こちら。なんて可愛い。はなちゃん。なんて言ってる？シナモロール。シナモロール。結構情報量多い。確かになんか結構わかりやすいんじゃない？があるもんね。このイラストではなちゃんがなんて言っているのか。あるいはマリアちゃんはこう書きそうというのを予想して書いてみてください。なんだろうね。お茶を飲んでるのかしらね。あ、ちゃんとマグカップのひげろうが本当だ。プリントされてますね。本当だ。あそこにね、吹き出しが出ててこう、お菓子を想像してるのもちょっとヒントになるかもしれないですね。書けた。書けました。書けた。早いね。いいよいいよ。うまそう、じゅるり。そうだね。尻尾可愛いね、確かにね。可愛い。ボールがハテナって。可愛い。さてさて。マリアか。そう。マリアですよ。なんかマリアが正解になるんだもんね。そうですよ。私が正しい女です。そう、マリアちゃんが正義です。はい。さあ、皆さん書けましたかね。はい、書けた。すごい、結構みんな長いこと書いてるね。ではそれぞれの回答を見ていきたいと思います。マリアちゃん以外の5人の皆さん、一斉にオープン。じゃん。マリアちゃんから見ていこうかな。マリアちゃんからいきます。私から。はい。お姉さんには秘密ですよ。なんだ。何よ。お菓子食べたこと秘密ですよ。あ、そういうことね。いいのに。可愛らしいですね。です。はい。おいしそう。食べたい。みんな真似して。言ってそう言ってそう。食べたいな。確かにちょっとほわほわしててね、魅力的でしたもんね。そして上様、なんか長いぞ。もしかしてその尻尾もお姉さんが作ったんですか？美味しそうですね。お姉さんすごい、天才、最強、お姉さん大好き。願望を入れないで。言われたい願望がすごい強い。行こうかなって思ったんですけど、それでも言われたらもうキュンキュンですけどね。キュンキュンです。ドキドキドキ。じゃあマリアちゃんがなんて書いたのか、マリアちゃんの回答こちらでございます。シナモロール、シナモロール、シナモンロール。いただきます。食べよう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 、まとめると簡潔に言うと食べよう食べよう。これ判断が難しいですね。厳しい厳しい。なんで上様がプってしてるの？全然違うので。これは違う。美味しそうって入ってるのに。かったです。はい、じゃあ続いていきたいと思います。はい、続いてのお題、イラストはこちらです。ひなたとポムポムプリンですね。かわいい。みんなかわいい。かわいい。どうしようかな。なんて言ってんだろう。わ、これは浮かぶな。いや、マジで可愛いな。これはなんかいろんなパターン思いつきそうですね。ヒントがちょっと少なめなイラストではあるのでね。筋トレかなって流れてきたけど、筋トレここに腕につかまってるように見えるってことか。あげた。早い。ポムポムね。あげた。お。長江ちゃんが書きそうなことですからね。確かに。そうだよ。みんな。そんなのわかるわけないよ。わかるわけない。できましたね。じゃあ長江ちゃん以外の皆さんの回答オープン。じゃん。紀藤ちゃんから見ていく。はい。お揃いだ。おお。ああ、いいそうだね。このくらい余裕だぞ。かわいい。筋トレ肌。みやね、見て見て、力持ちだぞ。筋トレが多いですね。上様。みやね、みやね、取って、可愛いだろ。可愛いよ。あれすごいね、もう映像が浮かびまくっちゃってる。返事まである。嬉しいな。はい、そしてマリアちゃん。みやね、友達連れてきたぞ。これはみんなありそうですね。さあ、じゃあそんな中長江ちゃんはなんて書いたんでしょうか。回答お願いします。ポリンくんも友達だぞ。おお。これのいっぱいあった。結構近い。こっちか。近いんじゃないか。マリア近かった。近いよ。どうですか？嬉しい。確かになんか結構筋トレ系多かったけど、パワーを感じたんだ。そっか。正解はでもプリンくんっていうところがちょっと長江ちゃんっぽい。確かに。せっかくだから名前呼びたくなって。なるほどね。はい。それでキャラらしさが出てますね。はい。じゃあもう一問ございます。はい。続いてのイラストはこちらです。あら。ノアちゃんとマイメロディちゃんですね。可愛いが大渋滞だな。どうしよう。ポシェットもマイメロちゃんのポシェット持ってますね。本当だ。でもあかりんが書きそうなことでしょ。あかりんは結構正解を導き出す女。確かに。めっちゃ正解を言ってくれそうなの。あ、これ言ってるわってやつ。言ってるわってやつだと思う。なんだろうな。言ってほしい。言ってほしいワードを書きました。それぞれみんなキャラとの相性が良すぎるね。確かに。ぴったり。ありがとうございます。大丈夫か？マリアが暴れてる。どうしよう。どうしよう。かけたかけた。さっき言ったから長江ちゃん早いね。直感型だね。そうです。あ、どうしよう。みんなカンカンだったんだけど。みんなカンカンだったよ。いいですか？はい。はい。それでは紀藤ちゃん以外の皆さんに回答をオープンしてもらいましょう。どうぞ。じゃんじゃん。紀藤ちゃんから。ちゃんからどうぞ。私か。はい。二人で一緒にナンバーワン。私たち最強に可愛いでしょ。可愛いです。ほら、行きなよ。行きなってずっと好きって言ってたじゃん。だ大丈夫、私が見守っててあげるからね。いいこと、いいこと。ちょっとどういうことなんですか。いやいや、なんかマイメロちゃんがすごい照れた表情でこっちを見てたから、なんかこうときめいてるのかなみたいな。でその後ろ側にのあちゃんいるから、なんか応援してるのかなって思って。できないよって。そうそうそう。見守っててあげるって。そう見える。言われてみれば想像力がすごいよね。はい、そしてマリアちゃん。私の可愛いポーズ教えてあげる。はい、おそろコーデでイチコラよ。なんか可愛いね。嘘。イチコラよく古く。おそろコーデもなかった。マジで。やだ。いいじゃない。確かに。イチコラよ。では、きとちゃんの回答を見ていただきたいと思います。どうぞ。はい。私たち2人が一番。おお。お二人。ほぼ一緒じゃない。はい。やった。嬉しいこれ。当たると嬉しい。ここでお時間となりました。帰りたかった。他の3人のクイズはですね、はい、この後のプレミアム会員向けでこちらのコーナー続きをやりますので、ぜひそちらご覧いただければと思います。はい、そして何よりこのイラストを使った可愛いグッズ、皆さんぜひゲットしてください。お願いします。以上、プレシャスクイズ私はなんて言ってるでしょうのコーナーでした。はい、ということでお送りしてきました私に天使が舞い降りたプレシャスフレンズ公開記念番組もうすぐ公開わたてんプレフレ新情報をお届けスペシャル、そろそろお別れのお時間となってしまいました。はい、改めて最後にですね大事なお知らせをもう一回お伝えしたいと思います。私に天使が舞い降りたプレシャスフレンズは10月14日より全国の劇場で公開となります。現在特典付きムビチケカードが全国の劇場とウェブで好評発売中です。限定グッズ付きのムビチケカードは数量限定となりますのでお早めにゲットしてください。そして10月30日には横須賀芸術劇場大劇場にてわたてん5のセカンドワンマンライブみんながプレシャスフレンズを開催いたします。こちらの一般チケットがただいま好評発売中です。とってもプレシャスな時間になること間違いなしのセカンドライブ、ぜひとっても可愛いわたてん5に会いに来てくださいということで、その他の情報はわたてんプレフレの公式サイトや作品公式ツイッターをご確認ください。はい、あっという間にっていう1時間でしたけれども、どうでしたか？久々に集まってね。いろいろね、そう。もっと喋る。1時間じゃ足りないくらい、最新情報もたくさんお届けできましたしね。曲のことも触れられたりとか、ね、ちょっとしたミニゲームもあったりなんかして、すごく楽しい1時間になったと思いますが、ぜひねこの配信を見てより劇場に足を運ぼうと思ってくれる人が一人でも多く増えたらいいななんて思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで最後になりますが、最後にね一人ずつご挨拶していきましょうかね。はい、私からお願いします。皆さん、この森かのん役の大空直美です。今日はこの放送を見ていただいてありがとうございました。これは本当の話なんですけど、この劇場公開の新作、とんでもなく名作になってるはずなの。言っちゃうとね。だから見てってことがすごく言いたい。本当に見てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、種村こより役の大和田ひとみです。今日はお付き合いいただきありがとうございました。本当ね、こうやって7人で集まって最新情報をお届けできて本当に幸せな時間だなって思ったんですけれども、なんかもうちょっとでね、その新作が公開でき、なんかお届けできるっていうのが近づいてるなっていうのが感じられて、すごく私も楽しみです。すごいね、まなおみさんもおっしゃってましたけど、本当にすごいんだからそれすごく可愛くて尊くて幸せがあふれている作品になっておりますので、ぜひ劇場に足を運んでください。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、姫坂の和役鬼頭あかりです。本日は皆さん見てくださってありがとうございました。こうやってね、こう大所帯で集まって番組ができて、私はとっても楽しかったんですけども、いよいよ公開ももう近いということでね、まあ収録でこう本編というか劇場版の本編見させていただいた身としては、もうこれはもう 100% 満足って言ってみんなが帰るっていうもう姿が想像できました私は。なのでね、もうなんならうわもう一回見なきゃって言いながら多分みんな出ていくんだろうなっていうところまで想像できました。なのでぜひね、もう劇場公開中は何度でももう見てほしいくらい、劇場公開中しかね、その大きいスクリーンだとかいい音響でみんなの声を聞けないのでね、ぜひぜひ何回も楽しんで隅々までフレフレを楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。本日はありがとうございました。はい、星野ひなた役永井理香です。ご覧いただきありがとうございました。もう本当にね、もうすぐ公開ですので、本当にあっという間ですよ。ここまでね、私自身も劇場でわたてんのもうわたてんこのセブンわたてんセブン以外もメンバーたくさん出てくるので、そこら辺もすごい楽しみにしていただきたいんですけれども、本当に私自身もとてもみんなに会えるの楽しみにしているので、ぜひね全身でプレフレを浴びて帰ってください。楽しみにしていてください。ありがとうございました。はい、白崎花役差出まりあです。今日はこのわたてんセブンでまたこうして集うことができて本当に嬉しかったですし、いっぱい楽しい、ね、ゲームとかもやらせていただいて、すごい充実した生配信だったなと思っております。プレフレもですね、本当にパーフェクトな作品になっていると思います。本当にどの子にこう目をやっても、もう可愛い、そして尊いが詰まった作品になっていると思いますので、ぜひぜひ隅から隅までじっくりと楽しんでいただければ嬉しいなと思っております。ぜひ劇場に足を運んでください。ありがとうございました。はい、改めまして松本幸子役の凛です。今日だけわたてんセブンに入れてもらえて嬉しいです。私もこのわたてんのニコ生に出るのは初めてだったので、みんなと一緒にお話ができてすごく楽しかったですし、今回の新作アニメの中でも松本の出番がちゃんとあって一安心っていう感じなんですけど、本当に心温まる作品になってるし、もうなんだろう、尊い、可愛い、幸せがたくさん詰まっています。あと今日皆さんのコメント見てて、なんかみんなも可愛いなって思いました。なんかさっき勝手に終わるなビームとか放ってる人いて、応援してくれてる人も可愛いんだなっていう、本当に幸せな空間だなって思いました。あと1ヶ月ちょっとで劇場で公開となりますので、皆さんぜひ、ご覧いただければと思います。今日はありがとうございました。はい、改めまして星野都役の上田玲奈です。最後までお付き合いいただいてありがとうございました。今回のね、プレシャスフレンズ、まあ本編放送終了からちょっと時間が経ってで収録があって公開っていうことになりましたけれども、なんか本編のみんなのちょっと距離が縮まったっていう状態から次この後のステップどういうふうにみんなが歩んでいくんだろうってやっぱり私自身もすごく気になっていたし、そのなんか本編後の彼女たちのなんだろうコミュニケーションっていうのがリアルにこの何年か空いたことによってより魅力的に今回描かれたんじゃないかなって思っていて、多分それぞれにいろんな現場でいろんな経験をしてきてっていう中で、特に私は花ちゃんと一緒の収録だったんですけど、花ちゃんがすごくね頼もしくなっていて、なんかあそっか花ちゃんと美和子の関係ってここに収まるんだろうなっていう、この先の展開も見えるようなそんなお芝居をまりあちゃんがしてくれてたりとかで、多分その変わったところっていうのが一人一人にあって全てがいい影響をこの作品に与えているなっていうふうに私は感じているので、ぜひね期待してワクワクしながら見ていただきたいなと思います。とっても素敵な見終わった後に大好きな人に大好きって言おうって思うようなそんな作品になっておりますので、ぜひよろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、ということでこの後ニコニコのプレミアム会員の方に向けたスペシャルコーナーがありますので、ぜひそちらもお楽しみください。それではそろそろお別れです。ここまでのお相手は星野都役の上田玲奈と松本幸子役の凛と白崎花役差出まりあと星野ひなた役永江理香と姫坂のあ役鬼頭あかりと種村こより役大和田ひとみとこの森かのん役の大空直美でした。バイバイ。